長良川に架かる、うかよう橋岐阜県道77号岐阜環状線は、岐阜県岐阜市街地を時計回りに一周する、県道である。岐阜県岐阜市東、長良岐阜市を中心に時計回りに一周する。起点の岐阜市阿田から岐阜市日の南までは、岐阜都市計画道路環状線に指定されている。岐阜県法規修に基づく、規修点及び、経過値は次の通り。 岐阜県庁舎近くの岐阜市、矢蓋交差点から北上し、東海道本線を潜り、鏡島大橋で長良川を渡る。国道157号、旧名古屋鉄道いび線と交差し、岐阜市まさきで等身する。岐阜市福光で、国道256号と交差し、岐阜市長良でなんか、岐阜市長良小房で等身し、向井大橋北でなんか、向井大橋を渡って、 井ノ口トンネルを通り、岐阜市日の南で国道156号に合流する。迂回大橋開通当初は国道156号との合流地点で長い渋滞が発生していた。これは1車線しかない国道156号に合流していたことが原因である。2008年3月頃に合流直後の国道156号岩戸トンネルが4車線化し、渋滞は解消された。 岐阜市日の南から岐阜市琴塚は未開通区間である。この間には銅山という山がある。岐阜市琴塚から南下する、岐阜市三津街道から岐阜市倉前までは古く狭い道であり、1.5車線区間である。ただし、この区間と並行して指導があり、将来は整備する計画となっている。岐阜市倉前で、 岐阜県道181号岐阜中線と重複して東に進み、高田3交差点から南に進路を取って芋島3交差点に至る。以前は県道181号線からそのまま南下し、芋島1交差点まで通っていた。岐阜市芋島からは西に進む。岐阜市芋島から岐阜市、加納達沖町3丁目までは、旧国道21号である。橋間郡南町に入り、 再び国道156号と交差する。宜南町を抜け、再び岐阜市に入る。岐阜市城東通りからは、岐阜県道1号岐阜南農線との重複区間となる。岐阜市宇佐からは、国道21号とも重複し、起点の岐阜市阿武田に至る。起点の岐阜市阿武田から、岐阜市京島までは片側三車線。岐阜市京島から、岐阜市日の南までは片側二車線である。 ありがとうございます。